ちょっともう完全に暗くなったんですけど、もうちょっとやっぱ今日中に見たい車がちょっと1台あって、はい、ちょっと故障。すいません。これこの車の持ち主の方ですか？ありがとうございます。今日キャンピングカーの集まりだと思うんです、うん、あのバスが来ちゃダメだと思うんですよねいきなり、うん、なんでバスがあるのかなと思って、中に入ってみればそれが納得できる。こんばんは、どうもすみません。あ、ガイドさんですか？バスガイドさんではないです。バスですけど、はい、ガイドさんではないですね。運転手さん。入りください。すみません。あ、どうぞ大丈夫。はい、はい、はい。ここまで。あ、なるほど。あ、やっぱりすみません。やっぱ暗いこれ、はい、バスだね。あ、バスですか？あ、バスですか？見て、どう見てもバスやん、これ。バス、バス。バス、バス。すみません、運転手さん、すみません。運転手さんというのも変だね。あの、ごめんなさい。お名前は何さんって呼んだらよろしいですか？ジージ。ジージ。ジージ。かわいい。すいません、ジージ、失礼します。すごい。ただ、ここから、ここにカーテンがあって、ここから先が、開けず、オープン！オープン！あー！家だ！家だ！普通のシンクがある、普通のシンクがある。シンクだってシンクおかしいでしょ、これ。普通のシンクですよ、これ。すごい、あ、テレビでかい。うわ、めっちゃ落ち着くんだけど。どうだ、孫用のテレビ。うわー、ちょっと失礼します、ね。チャンネル争いね、あるから。え、こんなところに孫専用の、ごめんね、ごめんね、おいちゃんお邪魔しちゃってね。よく二段ベッド、オーバーイエーイ。こっちも見ても大丈夫ですか？浴槽チラッとだけ、まだ工事中だもんね、はい、あ、すいません、失礼します。チラッとだけチケットの浴槽があります、浴槽マジっすか。うーわー、あ、ちゃんとトイレも完備。うーわー、すごい、これは確かにキャンピングカーでした。すいません、バスかと思ってましたけど、いや、キャンピングカーというよりもう家ですね。完全にこれね、屋根の低い家すごい、なんか落ち着くんだよね。ちゃぶ台だよ、ちゃぶ台これはね、外に誰が来てる。うわー、防犯カメラすげえ、これ家でしょ。これは、あれ扉、あ、これ、開くんですか？開くんですか？今開きます。あ、外からじゃないと開かない。ショー、ちょっと開けて、開けていいんですか？あ、いいよ。わー、な、こういう開き方する、うわー高い、すげえ面白い、開放感がすごい一気に出た、急に広くなったうわ、すごい、めっちゃくつぶれんもんね、お孫さんとか見ないしあの、ねえ、僕ここジージのお家なのかな。え、ジージのバス。ジージすいません、うん、これは元々バスなのか、キャンピングカー、バス。バスだった。か改造したんですか？うん。自分で。うん、これバス買ったんですか？買った。これが5代目だから。へぇー。やっぱ少しずついろいろ、よくしようと思って、はい、で、漫画と旅行したかった。へぇー。こういう冷蔵庫もありますけど、電源はまた別にあるんですか？このポータブル電源だけじゃないですか？いや、違う。ポータブル電源は、はい、電子レンジしか使ってない。ははは、強い電気は電子レンジ。エアコンもありますし。で、弱い電気はこの2つに分けてある、サブバッテリー。はいはいはい。サブバッテリーは8つ積んでる。8つ積んでる、なるほどね。普段、うん、家には住んでるんですか？住んでるんですよ、うん。あえてこっちに住むとかではなくて。いやいや、これは別荘。別荘。じゃあ、たまにしか乗らない感じですか？うん、土日に来て、ちょっと いじくって、乗るのは月に2回か行く。夜勤勤務もあるので、夜勤で、ここで寝たりも
することがある。夜勤明けで家帰らず、いや一回家帰って、で食事済ましてここで寝るって。家で寝るかしら。いやだからバッテリーも見たいし、ね、やっぱ一週間触れてないわけだから、はあはあね、やっぱね、チェック兼ねて、そうそうチェック兼ねて、ここに入れてもらうと。へえ。最高で遠出ってどこまで行ったことあります？これで。これで、これはね四国で5日間の7人でぐるっと回って。そういう時駐車場どういうところに停めるんですか？まあコンビニ。ああ、まあ地方は広いですもんね。コンビニもあと道の駅はそんなに多なかったな。ああ。でも停めれるところはある。そうそう、もうある程度そう、やっぱ予習して。うん。うん、でそこで車中泊をする。うん、はあ。こういうおじいちゃんいいな。憧れますね。いや、いや例えばですよ。今これをね、今この話してるこのねバスコを見てお孫さんとかもいるのを今こう見てる人か見てる子供たちがいたとしたら、いやこういうじいちゃんいいなって絶対思いますよ。羨ましい。僕だってね、なんかちっちゃい頃こういうおじいちゃんよかった、なんか絶対楽しめてもらえなかったなかなか昭和だから難しくて昔はあれですけど、いやーなかなかすごいことやってますよね。なんか懐かしさをすげえ感じるんですよ。確かな、なんでしょうね。なんか色合いかな、こうやったりすることがすごいなんか。うん、あと このマット、ああなんか昭和っぽい、ね、友達の家っぽい。人んちで寝てますね。ああ大体酔っ払ってね、こんな感じ。いいですね。で余裕で立てるしね。確かに、ね、立って歩ける。これ翔さんでも大丈夫。全然、うんね、立って歩けるの、まあ、ギリだな。それでもギリ、それでもギリ。190じゃん、それでもね。で、なんかこのなんか懐かしさを感じた、この天井の低さとか、あのこのキッチンとか、このキッチンの上にある照明とかが、なんか懐かしさを感じるんだよな。ねえ、いや、ずっと入れる、ここはなんか落ち着く。いやちょっとまた面白いキャンピングカーを見させていただきました。ありがとうございました。もうしゃべりになりました。ついにですか。やっとです。またはぁ、またこの蛇口で、やっとだ、夢が叶ったんだよ。